どうもショッピンです。今回も動画をご覧いただきありがとうございます。もうすでにコメント欄で多くのおめでとうございますっていう言葉をいただきましたので、もうあれなんですけども、はい、おかげさまでこの度チャンネル登録者数1万人いきました。ありがとうございます。高校受験だったり大学受験だったり資格試験だったり、そういうものに受かった時の気持ちってあなたどんな感じですか？やったーっていうよりかは、あー受かったんだーみたいな、やったーとか、なんかそういう妙にこう冷静な気持ちになるっていうのがなんかあるかなというふうに思うんですけど、僕はまさにそういう感じがしてます。チャンネル登録者数が1万人まあ行くとは思ってましたけど、でもこれだけ早く行けるとは思っていなかったので、あなたがコメントに残してくれたり、グッドボタンを押してくれたり、ライブ放送でコメントしてくれたり、いろいろなことやってくれたおかげで僕も楽しくここまで来れました。なので自分も冷静になりながらびっくりしながらっていう感じなんですけども、本当にチャンネル登録者数1万人ありがとうございます。タラちゃん図が高いで、プレゼントの詳細をお話しする前にちょっと実家に用事があるので実家に行きたいと思います。それでは行ってきます。いやー晴れてますけど風は強いですねなんか台風が現時点で九州に北上しているらしいです。あーでも確かにちょっとこう空はどんよりしてますね。三鷹に着きました。ジブリに向かう猫バスに乗るための行列です。あ、ちょうど来てますね猫バス。まあ色だけですけど、僕三鷹が地元なのでよく聞かれるんです。ジブリ行ったって。行ってないんですよ僕なんでかっていうと、まあ、特に理由はないんですけど、今日はなんで実家に帰るのかっていうと、まだ実は終わっていなかった国税調査の、まあ、ほぼほぼ終わってるんですけど、最後にちょっとこの用紙くださいって言われたんで実家にあるんで、その用紙を取りに行くっていう、そういう感じなんですね。そうなので別にこの動画のそのネタとは全く関係ないんですけど、このチャンネルはブログ形式でやってるので、まあ、少々お付き合いください。暑い暑い、あー涼しい。でこれがあの書類は楽天の書類、これね、これね、オッケー。でこれはこれぬいぐるみ。ぬいぐるみ何の？ダッフィーちゃんとシリメリ、チェリーメイ、チェリーメイ、このなんだっけ、この黄色いやつは可愛いじゃんこれも可愛いよね可愛いけど、でもこれこのキャラクター何って言われたらわかる？知らないよね。このバッグはカメラ？一眼レフ？でてれー、おー何これ、オリンパスの。そう、こんな感じで実家に帰ると不要品をもらってきますうん、車で送ってもらうことになりました。ありがたい。OK、 ちょっと今からご飯食べます。綺麗だねここね、グランドメニュー。そっか、別にこれがあるならこれでいいじゃんって思うんだけどね。はい、食べます。あります。
こんな感じで本当に昨日断捨離動画をアップして、その次の日ですから、もうやっぱこう断捨離した後って必ずやっぱ入ってくるんですよね、っていうのがちょっと運よく証明できたかなって思いますけど。というわけで、なぜかぬいぐるみがたくさん来たわけなんですけども、このドラちゃんは断捨離プレゼント用で、これが多分次期ぬいぐるみ候補だと思います。ダッフィーとシェリーメイに関してはちょっとメルヘンっぽいというか、ミニオンは個人的に可愛さがわからないし、この意味のわからない可愛さは、まあ、僕のキャラには合ってるかなというふうに思うんですけど、でもやっぱこう誰が見てもわかるドラちゃんなのか、可愛いけど何みたいな、ちょっとわかんないですもんね。ちなみにこれは何かっていうと、ご注文はウサギですかっていうアニメがあるんですけど、そこに登場してくるキャラクターなんだと思います。僕もちょっとよくわかんないですけど、なのでこのぬいぐるみ実家にあっていらないものだから僕のところに流れてきたわけなんですけど、僕も正直これはいらないということで、これらも断捨離プレゼントしちゃえばいいんじゃないっていうことで、これらもプレゼントさせていただきます。で、問題はその応募方法なんですけど、まあパッと出てこなかったですけど、でも抽選フォームははじめ社長さんだったりヒカキンさんもその抽選フォーム作っているので、まあ僕、まあできなくはないかなっていう感じですね。まあもうちょっとネットで調べていろいろやってみようと思います。もしこの動画アップするのに時間がかかったりとか、その夜にアップしたりとか、その日をまたいでアップした場合には、僕のその抽選フォーム作りに時間がかかったと思っていただいて大丈夫です。僕よりこのぬいぐるみたちを必要として可愛がってくれる人がいると思うんで、その人たちに送りたいと思います。はい、ということでやってきましたけども、いかがだったでしょうか。ここまで来れたのは本当にあなた方一人一人のおかげですし、これからもあなた方一人一人のお力が必要になりますので、これからもどうぞよろしくお願いします。まあ、でそんな固くなる必要もないんですけど、まあ、とりあえずこれからも一緒に楽しんでいきましょうということで、今回は一つの区切りであるチャンネル登録者数1万人に行きましたので、今回は本当にありがとうございました。